エイムストライク、精密爆撃、目標だけを確実に破壊する攻撃機、戦闘爆撃機による作戦は、特に現代における航空作戦において必須の戦術である。攻撃目標に向かって侵入する機体は敵の対空火器による熾烈な反撃も覚悟しなくてはならない。エアフォースエイムストライク。作戦においてパイロットは地上の航空基地あるいは航空母艦から発進し、ブリーフィングで指示された所定のウェイポイントへと向かう。ここでは戦闘機パイロットといえども勝手な飛行は許されない。与えられた任務を遂行することが最優先だ。離陸ヒトヒト30時約7分後、作戦中の敵航空部隊とコンタクト。 AWACS 機からの確認情報。急激な戦闘機の起動により頭部の血液量が低下したパイロットは瞬時視界を失うブラックアウトへ落ち、回復を急がねば命取りだ。空中戦をはじめとする飛行技術の向上には実戦前にトレーニングモードにおいて十分な基礎訓練を積み重ねる必要がある。ここでは操縦及び戦闘の際のミサイル攻撃、機銃射撃、爆撃の基礎訓練を行う。ストライクモードは操縦可能な8種類の機体、装備、編隊領域、敵及びその攻撃パターン、そして戦闘エリアなどを自由に設定することができるため、さらなる実戦能力の向上に役立つだろう。一つの作戦空域内でパイロットは出撃から戦闘、機頭へと続く飛行任務を航空部隊の一員としてシームレスな状況下で遂行し、最後には必ず無事に基地あるいは母艦へと生還しなくてはならない。マッハを踊る。エナジーエアフォースエイムストライク。